チョンタドゥーロは中米から南米が原産のヤシカの植物である。20メートル以上の高さに成長することがあり、葉の長さは1から3メートルほどになる。幹には黒く細いトゲが密生する。果実は4から6センチメートルほどの長さの楕円型で、幅は3から5センチメートル程度。種子を1つ含む。地域によって差があるが、熟した果実は赤、黄、オレンジになる。 広く分布する植物であるが、それぞれの地域で食料として、先住民族の時代から利用されてきた。果実は色及び、形がカキに似ているが、繊維質が多く、カボチャやサツマイモのような食感がある。塩漬けや蜂蜜などをかけて、生で食されることが多く、砂糖に蜂蜜漬け、菓子の材料、ゼリー、粉等にも加工される。また、 食用油を絞ることができる。また、混合インコ、オウム、パラキートなどの蝶類の重要な食料となっている。ブラジルやコスタリカでは、ヤシの芽と呼ばれる成長天部を食される。果実と違い、植えてから18から24ヶ月で収穫できるため、盛んに商業栽培されている。その他のヤシ科、例えばアサイなども成長点を収穫されているが、 乱獲が問題になっているため、チョンタドゥーロにシフトしていく動きが推測される。ちなみに、ブラジルにおけるヤシの目の消費は、他国での消費の5倍もある。果実と種子利用の歴史が長いこともあり、地域によって様々な呼び名がある。パナマの塩漬け製品果実 100g に含まれる、主な栄養素。ありがとうございます。